イデルーラル国は20世紀初頭に存在したタタール人の共和国。首都は火山。この国家はロシア内戦の混乱の中でのタタール人、バシキール人、チュバシ人の同盟であった。稀に火山反国の最高運動とみられる。ロシアやシベリア出身のムスリムの議会が1917年12月12日に宣言した。イデルーラルはタタール語で ボルガウラルを意味している。わずか約1年で消滅した短命国家であった。1917年5月5日、マリ人、シュバシ人、ウドムルト人、モルドビン人、コミビト、コミペルミャク人、カルムイク人、タタールを代理する800人を超えるヒロシア人の代表がロシアのイベルウラル地域に独立した共和国を作るために火山で会議を行った。 最初の具体的措置として、火山大学に4つの教授職と2つの研究者職を置くことを決定した。イデルーラル国の主な概念は、小国の緩やかな連合で、それぞれの文化的伝承を強めることが自由であるとされた。最初に、ムスリムのバシュキール人が参加を主張したが、1917年後半には、彼らとボルガドイツ人は、イデルーラル同盟に参加した。 はじめは以前火山県、ウファ県であった、タタール国とバシュキール国のみで構成した。イデルーラルの成立から数ヶ月後に、ムスリムでなく、トゥルクでもない民族の国家がイデルーラルに参加した。この時参加したコミニン、マリ人、ウドムルト人などは、フィンゴルゴ派のフィンペルム語系を話し、正教会、シャーマニズムなどを習慣としていた。 イデルーラルは1918年4月に赤軍に敗北したが、この地域は同年7月にチェコ軍団によって回復された。しかし、最終的にボルシェビキが勝利し、この国は1918年末までに消滅させられた。これは1919 19年から1920年の3回的な反乱を引き起こしたが、1921年には、 ボルシェビキによって粉砕された。イデルーラル国の構想は1929年まで、密かに存在を続けたが、この年、チェーカーはついに、イデルーラル運動への潜入を成し遂げ、指導部を壊滅させた。ボルガとウラルの少数民族の地域の全域で、数千のイデルーラル運動の支援者が処刑された。サドゥリ・マクス・ディアルサール・イデルーラル大統領であった。 サドゥリ・マクス・ディ・アルサールは1918年、フィンランドに亡命した。彼は、ロシア・ドゥーマでのフィンランドの憲法上の権利と彼の国の自決権の英雄的な防衛をよく知っている、フィンランドの外務大臣に心よく引き受けられた。亡命した大統領は、エストニアの役人に会い、1919年以降は、スウェーデン、ドイツ、フランスと続けて、 西洋の支援を求めた。これらの努力から、イデルーラル国は、冷戦時代のアメリカ公表で、自由を奪われた国、に連ねられている。現在のタタール人国家主義者は、ロシア連邦から独立した、トゥルク国家再建の正当化のため、過去に独立していたイデルーラル国の歴史的前例を、頼りにしている。ありがとうございます。